皆さんこんばんは。今日もお疲れ様でした。アサリの夜ニュース。今日はスチームの調子が悪くてラジオ形式でのお届けです。週の真ん中水曜日6月26日の出来事はこちら。一つ、東京 MX にてアニメ塩箱の再放送が決定しました。7月4日より毎週木曜日22時から放送予定です。アニメ制作会社武蔵野アニメーションを中心に回るアニメ業界のあれこれを追う群像劇。劇場版は現在まさに制作作業の真っ只中だそう。すでに見たことのあるあなたも、まだ見ていないあなたも、劇場版への準備としていかがですか。2つ、今日はアニメ世話焼き狐の千子さん最終回。 ATX ではもう終わってるかもしれません。会社からの連絡で早くに帰ってきた中野くんですが、自宅には預けた携帯電話だけが残り、千子さんのいない空っぽ状態。一体どんな結末になってしまうんだ。3つ、スチームにてゲームストリートファイター5の無料トライアルが7月8日まで実施されます。また7月9日まで各種コンテンツのセールも行われています。本編は 60% 引きの1196円で購入可能。これを機会にちょっと挑戦してみるのもいいかもしれません。4つ、 Amazon は Amazon Echo などの Amazon Alexa 搭載デバイスで Apple Music の楽曲が再生できるようになったと発表しました。これにより搭載デバイスで Alexa に呼びかけることで様々な楽曲のプレイリストを再生可能に。アレクサ、Apple Music で Today's Hits をかけてと話しかけてみましょう。5つ、クロブはゲームマガズワールハイトにてバーチャルのジャロリキツネ娘元 YouTuber おじさんことミコマスさんの生み出したキャラクターミココ、ミコマとのコラボイベントケモミミ王国始まります。あの人気カフェがやってくるを開催します。開催期間は6月28日のメンテナンス後から7月17日まで。また6月29日20時からはネコマスさんがコラボのために実況配信を行います。今日のニュースはここまで。なんだか低気圧っぽいものもあって少し調子が落ち気味。明日明後日は週末に向かうというのに雨の予報。なんてこった。